皆さん、いつもありがとうございます。新倉正幸です。よろしくお願いいたします。えー、今回の話題はですね、えー、トランプ重大発表予告ということで、トランプ大統領がですね、重大発表の予告をしました。それもですね、12月15日、えー、重大発表があります。もうすぐなのですが、えー、日本はですね、まあ、時差があるので、 16日になるかもしれませんがトランプがですね重大発表をすると宣言しました一体ですね何が飛び出すかその発表があるまで分かりませんがトランプはですねこう宣言していますアメリカにはスーパーヒーローが必要だと。 えー、このスーパーヒーローとはですね、まあ、トランプ大統領のことを言っているのは、まあ、間違いなさそうなんですが、えー、トランプ大統領のですね復活がで,ですね2年先では遅すぎるということでしょう、えー、おそらくですね下院議長に立候補かと思うのですが他にですね何が飛び出してくるか分かりません、えー、そしてですね アメリカのです下、ね、院議長は議員でもなくてもなれます。今までですねマスメディアは必死になってですねトランプは終わったみんな言っているみたいなですね論調を繰り広げてきました変更で変更報道ですしう、まあ、嘘ですそんな論調をですね作ろうとしていますが今ですね アメリカで最も勢いがある政治家はディサンティスさんでもペンスでもありません。今も昔もトランプです。トランプ大統領は今も昔も今もですね、とっても勢いがあります、えー。テレビしか見ていない人からしたらですね、なんで トランプが下院議長に立候補するんだみたいな話になるかもしれませんが騙されすぎです中間選挙で大きなですね、赤い波を起こして下院をトランプ共和党が奪還しましたトランプ推薦候補の勝率も驚異的ですその結果ですねペロシに指導部引退宣言を引き出していますペロシがですね、 えー、民主党のです、ね、指導部引退宣言をしました、えー、それほどですね、まあ、共和党が勝ったわけなのですが、えー、共和党内で今もですね圧倒的独走状態で高支持率なのがトランプですまあ中間選挙のですね結果をもってすれば明らかです、えー、マスメディアはですね嘘とか変更で トランプがですね終わったみたいな論調を作っていますのでテレビしかですね見ない人からしたらですね言っていることと違うじゃないかとなるでしょうしかしこの重大発表みんなが待っていますアメリカだけではなくトランプのですね重大発表もうすぐありますのでワクワクしましょうそしてですねトランプ大統領はアメリカにはスーパーヒーローが必要だ と言っていますが今世界はですねバイデンになってからたった2年足らずで混乱しています世界が混乱しているのは明らかです日本のですね今年の一文字も戦,戦う戦という言葉です今の世界が平和だなんていう人は少ないでしょうまあいないとは思いますが明らかにですね世界が、えー、混乱しています アメリカだけではなく、世界にですね、スーパーヒーローが求められています。アメリカだけではなく、世界に必要とされているのは、トランプ大統領でしょう。一体ですね、すぐにですね、どんな発表があるのか、皆さんと一緒に見ていきますので、よろしくお願いいたします。 いつもですね、まあ、高評価、チャンネル登録、コメントもありがとうございます。今回の話題はトランプ大統領自らですね、重大発表が明日もしくは今日ですね、まあ、時差がありますので、そういったことを宣言しました。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひ共有ボタンも使ってみてください。トランプでで決まりです